こんにちは、トレーナーの中村です。そしたら今日は自分でできる腰痛の予防改善のトレーニングとストレッチを行っていきます。まずトレーニングをする前にストレッチを必ず行っていきましょう。はい。そしたらまず仰向けになります。で、腰への負担がなくなるために必ず膝を両方とも曲げた状態から行っていきます。曲げた状態から片足裏側からしっかりと胸に引き寄せていきます。お尻から太ももの裏をストレッチしていきましょう。だいたいこの状態で10秒から15秒しっかりキープしながら息を吐いて行っていきます。はい、反対も同様に行っていきます。はい、そしたら、はい、さあ次はもう少し、ダイナミックに動かしていきますね。膝下を少しだけ持ち上げて膝を胸に近づけていきましょう。もう少しより強い感覚で太ももの裏が伸びるような。で、下ろすときはパッと下ろすんではなくてしっかり膝曲げて足を下ろしていきます。反対も同じに太ももから使い下ろして膝下を伸ばしていきます。はい、同様に膝曲げて足を下ろしていきます。はい、さあ次は片膝伸ばしていただいて膝を内側に入れましょう。お尻から腰に対してのストレッチを行っていきます。この時顔は正面ではなくてできる限り膝と反対の方向を向いて行っていきます。体のツイスト感を出していきましょう。はい、反対に行っていきます。はい、次はお尻をもう少し強めにストレッチしていきます。立ててる膝に対して足を4の字になるようにして持ち上げていきます。この状態で体は地面にしっかりついたまま手で足を押しましょう。息吐きながら10秒から15秒キープしてください。息を止めてしまうとどうしても筋肉が硬くなってしまって緊張してしまうのでしっかり息を吐きながら筋肉に対しても酸素を送っていきましょう。はい、反対も同様に行っていきます。4の字を作った状態で膝を落としていきます。お尻の付け根付近が伸びているのを感じましょう。はい、下ろしていきます。はい。3つぐらい。